岩手ワンコ広報室始まるよ。今週のテーマは東日本大震災津波から10年、復興道路いよいよ全線開通へ。岩手県に未曾有の被害をもたらした東日本大震災津波、復興道路は三陸沿岸地域の早期復興と県内の産業や観光の基盤として、かつてないスピードで整備が進められてきました。あの災害から10年、今年復興道路は全線開通を迎えます。3月28日には宮古盛岡横断道路が全線開通し、宮古盛岡間の移動時間が震災前と比べおよそ30分も短縮されます。こうした時間短縮によって産業や観光の活性化に大きく貢献する効果が期待されます。仕入れに対してはやっぱこう海がある町でやっとこうつながったのでスムーズですね。実際に今ももうスムーズに動いています。そちらの方がメリットが大きいかなと思っています。より三陸の方たちに宮古の海の幸を食べていただければなと思っています。輸送がスムーズになりますので、例えば冷凍の原料とかを、仙台とか八戸から運んでくる際にスムーズになりますので、より効率的な作業が図れるんじゃないかなと思って期待しています。三陸沿岸道路は今月20日に侍浜インターチェンジから広野種市インターチェンジ間が開通、今年中には残る3区間も開通し、県内の復興道路は全線開通を迎えます。また県内の復興道路は東和花巻間を除き無料で通行できます。インターチェンジには料金所がなく、スムーズな出入りができるので、休憩やお買い物の際はぜひ最寄りの道の駅をご利用ください。希望郷岩手を支える復興道路の令和3年内全線開通にご期待ください。岩手ワンコ広報室、次回は4月にお送りします。